元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記です。こんばんは。今日は5月14日火曜日でございますね。明日はね、クリーニング行かなきゃいけないですね。明日ね、もうよく忘れるんですけど、もう絶対行こうと思ってます。ね。半額券もらってるんですよ、半額券。あれがですね、1年更新のたびにね、更新月が、に半額券をもらえるんですよ。6点まで半額になるんですよね。ですから何を選ぶかっていうのがもう難しいんですよ。でもね、ダウンとかも半額になるんですよね。まあ、どうしようかなと。半額でもダウン払うとね、結構いい値段しますからね。ちょっと悩んでるんですけど。ちょっと、それで私ですね、あれなんですよ。9月頃ね、博多にね、まあ一回帰ろうかなと。帰るって言っても、別に、身内がいるわけではないんですけど、まあ古い旧友たちにね、ね、まあ言ってみたら、あれですよね。まあ再度会えるかどうかわからない。ね。なんて言うんですかね。お礼参りっちゃ言わないですよね。そういうのをね。まあなんかね、まあこう元気なうちにね。ちょっと、博多ね。もうだいぶ行ってないですよ。現役時代はしょっちゅうね、博多に行ってたんですけど、でもまあそれ仕事で行ってるんでね、なかなかその、旧友と会うというようなこともあんまできなかったんですけど、まあ、といっても、基本的にそうですね。旧友と呼べる方は一人だけですね。で、まあ、あとはまあ、後輩先輩、会社時代のね、でございますけれども、まあ、もう引退してますけどね、というようなことってですね、あれこれこうちょっと、楽天でね、このホテル探したりしてたんですけど、うん、まあ、やっぱちょっと明日またゆっくりやろうと。あれですよ、9月の予定をもうね、一応連絡して言っとかないといけないですよね。そうしないとあれでしょ？3日間なんだだけなんですけど、日月からでね。でもまあそこにギュギュッとね、皆さんのね、予定を絞り込んで、まあみんな暇だと思うんですけど、入れなきゃいけないんでね、まあ結構こう、ちょっとね、まあ今2件埋まりましたけどね、もうちょっと YouTube やらなきゃということでね、始めた次第でございます。それでですね、私今日ランチはですね、新しく見つけたね、和食屋さんね、行きました。今日はね、4つメニューがあると申し上げましたけど、1つはとろろ定食なんですね。それが一番安いですよ。で、その次ですね、唐揚げ定食っていうのがあって、もう1つがこの、サバ定食ですかね。あともう1個何だったかな。ちょっと覚えてないですけど、あともう1個あるんですよ。あ、カツオのたたきね。あれね、食べましたよね。っていうのがあって、これサバが気になったんですよね。で、サバチ食うのが来るのかなと、これ偉いでかいんですよ。すっごい大きいんですよ。さあ、もうね、食べ応えありました。どこさん？ロシアさんとかって聞いたら、ね、お兄ちゃんが、ノルウェーですって言ってましたね。ノルウェーいいねとか言って。ね。どこがいいかわかんないですけどね。適当に合わせてるだけですけどね。あれですよ。埼玉のね。お兄ちゃんですね。埼玉言ってました。お宮って言ってましたかね。確かね。それでもう一人のね、奥さんの方は、ですね。まあ、30代、ちょいちょいぐらいじゃないかなと思うんですけど、まあね、三女房だって言ってましたけどね。そちらの方は、山形県は、酒田のね、さらに田舎の方行って、なんか省内だか、なんか忘れましたけど、なんかそこら辺の、田舎ですって言ってました。田舎です。酒田に買い物に行きますみたいなね。あ、そうなんだみたいな。イオンモールちゃうのみたいな。ね。人が悪いですよね、私はね。ということですけど。というのもね、田舎行くとイオンモールが頼りなんですよ。イオンモールがあれがね、都会なんですよ。とにかく東京があそこに来てんですよ。イオンモールね。そういうような、まあ、ことなんですけどね。これ美味しくいただきましてですね。まあ、ご飯を少なめって言ったんですよね。この程度でね。まあ、一応ね、私も節制をしてるんですけど、あ、このね、箸置きはいいでしょ、これ、干物の。干物の形した箸置きなんですよ。面白いでしょ。なんかね。ちょっとこのお椀とかも、なんかね、話が脱線してますけど、茶碗とかも、なんか山形の、友達とかに言って、あるものを送って、みたいな感じで、みんなこうやって送ってもらったそうなんですよ。家が広いですからね、蔵とかあるんでしょうね、きっと。なんか、茶碗とかそういうのもいっぱいあるんでしょうね。ほんでも何人かの友達に声をかけたらみんなが送ってくれて、それできたって言ってました。だからまあそういうのの寄せ集めなんですけど、なかなかいい感じなんですよね、和食にはね。まあどうでもいいんですけどね。意外と気に入ってます、この店ね。しかし、4メニューしかないですよ。で、月間で買えるって言ってましたんで、まあ、来月はまたね、変わるんだと思いますけどね。はい。それで、声優の前の花屋さんね、いつものごとくね。今日はちょっと色々ありました。これね。これ、尺薬ですね。尺薬ってすごいっすよね。立てば尺薬、座ればボタンですか？歩く姿はユリの花とかなんかわかりますけど、立てば尺薬、座ればボタン。ボタンはわかんかわかる。立てば尺薬っての、よくわかんないっすね。しかしなんか、すっごいこう、花びらが密集したね。すごいっすよね。いいお色でございます。それからこれね、
これはどうも菊のようなんですよ。菊をね、ちょっとその、何ですか、あの、インクみたいなやつをこう吸わせてね、こんな風な色にしてるんですよね。白い菊でしょうね。んで、こっちもね、こっちは赤いインクを吸わせてね。あー、こういうのが流行ってるんですね、今ね。で、これ何て言ってましたかね、これ。これ何だったっけ、名前忘れましたけど、あの、日本の花ではありませんって言ってました。そうですよね。なんかこう、南米っぽいですよね。なんか、ある面ちょっと気色悪いな、みたいな。食虫植物みたいな。そんな感じがしません。色は綺麗なんですけどね。なんか、この辺が怖いっすよね、この辺が。深みにはまるともう死んじゃうぞ、みたいな。虫がね、冷え、助けて、みたいな。そんな感じに見えません？なんかね。おーおーおー、この黄色いのに虫が、お、黄色いな、とかって、わーって行くとこをね、パクッと閉じてね。怖いですよね。こんなの巨大な1メートルぐらいのがあったらね、ほんと大変ですよね。はい。それからね、母の日の名残ですね。母の日ね。母は来ましたーって感じでね。大阪のばちゃんとこですね。なんか息子さんが、なんか母の日に、なんか、お母ちゃんですね。母の日になんか送ろう思ってんねんけど、なんがよ、お母ちゃんって言ったら。あんたのもうそんな気使うてもらうんでもな、もうそんな、もう、うちの方からさ、なんや言うて、それ言いにくいわ、言いにくいわ、って言え。そんな言われてもな、お母ちゃんうるさいやろ、なんか送った後に。さあもうそれで、なんか後でな、ぐちゃ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 言われてもな、もうでも叶わんしな。そやからもう、希望のものを言うてほしいねん。いや、ちょっと、そんな、なんか、もうちょっと厚かましゅうでよいかんわ、もう、お母ちゃんな。もう気持ちだけでええわ、もう気持ちだけで。またもうお金ないんやろって。もうほんなら、あれ、ほんならあれしようか。この、なんや、カーネーションの花束、送ろうかって言ったら。あんたな、何考えてんねん。カーネーションの花束なんかな、食べられへんやないか。送るんやったらな、ビール頼むわ、ビール。ね、なんや、お母ちゃん、決まってんねやんか、みたいな。いや、去年もビール送ったもんな、とか言って。お母ちゃんえらい喜んでたもんな、言って。ほんでもお母ちゃんなんか、糖尿が心配やからもうビールは飲まんとか言ってなかったって言うのない。今でも飲んでる。毎日1本、350ml それだけや。な。そん代わり、あれやで、第3のビールは飲んでないで。ちゃんとな、本ちゃんを飲んでるわ。な。とか言ってね。まあ、ということで、ビールが好きなんですよね、大阪のおばちゃんね。いきなり出ましたね、大阪のおばちゃんね。はい、ほんで今日のラブちゃんですね。これでございますね。はい、癒されてくださいませ。ラブちゃんペロペロしてます。今ね、おやつ食べたばっかりなんです、これね。だからひたすらね、ちょっとなめなめね、口がにゃまにゃまするな、みたいな。にゃまにゃまするな。ちょっと、にゃまにゃまするな。やだにゃ。でも美味しかったにゃ。そういう感じなんですよね。ちょっとなんかね、関心のない振り起こしてるんですよね。嘘です。関心あります、こいつ。お父ちゃん見てるな、みたいなね。お茶見とるやろ。映しとるやろ。にまにまするねん、口が。口がにま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 するねん。だからもうな、手につけるねん、手にな。ベタベタしたの、手に。汚いで。で、顔洗うねん。よ、顔が汚れんで。ラブちゃん。あかんよ。面白いっすね。猫の舌もすごい好きだよ、ダラつきね。恐ろしいですよね。とね、なんか、フォークが入ってるような。下ですもんね。ねえ、ラブちゃん。ということで、ね。可愛いでしょ。ね。可愛いっすよね。癒されましたでしょうかね。はい。それで今日の日経平均株価なんですけど、上げましたね。バーっとこう全場もすごい上げてるんですけど、またこうね、こう沈んでね。で、それとまた息を吹き返してね。一度死んだーと思ったら、ふっと息返ってみたいなね。そういうようなもん、感じですよね。そういう場合ありますよね、きっとね。何でしたっけ？私今ちょっと、一話ずつ見てるんですけど、MER とかいうね、ドラマね。あれ面白いっすよね。ね、どうでもいいんですけどね。ピクツーとか言って、ゼロになるでしょ。ツーがピッ怖いっすよね、あれ。うん、でね、電気ショックとか言ってね。ということで、38,356円ね。プラス176円。うん、ね、いい感じですね。トピックスも若干ですけど上げましたね。プラス 6.87。グロス上げましたね、8.66。これはなかなか大きいっすよ。ね。1.33% ですからね。で、ドル円なんですけど、156円台に突入してます。すごいっすね。これ。これいつ超えたのかな？いつ？ここ155円だったんですよね。なんか、昨日、夜超えたんですかね。夜ですね。午前0時。午前0時を過ぎると、みたいなね。そういう歌はないですよね。かね。なんか。円安お化けが来ましたね、またね。円安お化け登場、みたいな。で、今 CFD の日経平均もマイナス方向。
から CME の日経先物もマイナス方向というような感じでございますね。全般的にちょっと弱いですね。それでですね、10年債の利回り 0.947 ね。これマイナスってか落ちてますけど、そうは言っても結構これいいとこまで行ったっすよね、これ。これね、0.959 まで行って。すごいですよね。これは1超えますね。1ね。超えますね。ということで、債券安が続くということですよね。で、日経 VI なんですけど、これはまあ株価が上げたんで、まあ当たり前の反応ですけど、恐怖指数は下がったと。18.23 と。こういうようなことですね。で、次がですね、これ昨日のニューヨークダウでございますけど、なんか、ダウが下げましたね。マイナス81ドルね。それでも3万9000ドルいますからね。まあ大丈夫じゃないですかね。それからナスダックがプラス47ポイントで1万6000ポイントにいますと。それからナスダック100もプラス37ポイントで1万8000ポイントにおりますと。こういう感じですね。S&P500 ですけど、こちらも5200ポイントにとどまって、マイナス 1.26 とちょっとだけ下げたって感じですね。誤差範囲内ですね。で、サンデーダウもですね、プラスですし、CME のダウ先物も、プラスですね。それからナスダック100先物もプラスだし、S&P500 も先物プラスなんですけど、まあ始まってみないとわからんと。いやな感じですけどね。なんかユーロドルがもうちょっとで 1.08 来そうですよね。ね。で、ドルインデックス 105.2 ですね。原油78ドルだ。今79ドルになりましたね。うん。下がっておくれ。ね。油よ、下がれ。油かたぶらって感じだね。ね。くだらないこと言っちゃうんですよね。んで、ビックス恐怖指数 13.82 ですね。まあ、ちょっと上がってますけど、まあ、大したことないし、まあ、全然これ恐怖ないですね。というような感じですね。で、まあ、今日ですね、ニュースいろいろ、まあ、ちょっと出ちゃいるんですけど、そうね、なんかあ、そうそう。アメリカですね、中国製 EV の関税 100%、中国からの輸入品関税を引き上げると。はい、いうことで、バイデンがね、もうやっぱトランプに勝たせたくないんですよ。だからね、もう先手を打ってね、これマジでやるんですね。これすごいですよ。また中国が噛みついてきますよね、アージャのコージャのね。で、ソニーが、なんか、売り上げが約13兆円で過去最高になったけど、すごいですね、ソニーね。すべてはプレイステーションから始まった。ソニーエンターテインメントミュージックだよね。そういう感じですよね。すべてはプレイステーションから始まった。プシュンプシュンプシュンってね、世界を要するに、いわゆるゲーム付けにしてですね、それでこの、大復活してるんですね。何ですか、あと iPhone にあれでしょ、カメラのね、CMOS センサーっちゅうんですか、そういうのを供給してね。立派なもんですわ。はい。ソニーさんね。とても私は手が出ません。ということで。で、本日はですね、私の保有銘柄ですね、1、2、3、4、5、5銘柄、決算が出ておりまして、情報修正が1銘柄というような、感じでございます。それでですね、シナリオが強化された銘柄っていうのがね、この中で、3銘柄あるんですよ。で、これなかなか今日はね、めでたい日なんですよね。ということで、まずちょっとね、ユニネクから行きたいなと思うんですけど、これ今日出ましてですね、今日はこれ642円で割ってます。今 PTS 下げてますよね。結構下げてますね。第1クォーターですね。これ12月決算なんで、3月期第1クォーターなんですね。これ 80% の経常減益になっています。それで、その減益がですね、80.4% という見かけ大きく見えるんですけど、住友化学ではありませんのでね、知れてんですよね。900万円ね。80% 減少して。900万円。っていうようなもんで、ですから、その、元々がね、1億円ぐらいしか、前期に対してね、そんなもんなんですよね。で、通期計画が6億7900万で、進捗率 1.3% ね。もう絶望的に見えますよね。で、5年平均の 7.1%。5年平均も激しく低いですよね。だから、これ出して、この第一クォーターはあんま意味がないかもしれないですね。営業利益率は 3% から 0.4% に悪化したということでございます。それでですね、まあ、これ単身を、ま、ちょっとまず見てみますけど、まあ、営業利益600万ですね。で、経常利益は900万ですね。まあ、85% で、売上はね、15億4000万ということで、7.7% 伸びてるんですよね。で、まあ、あれですね、この、前期が 22% も伸びてますんで、結構前期のハードル高いんですよね。で、売上だけ言うとですね、どれだっけ、これね、これ見てみますとですね、1、2、3章。この101.8があるじゃないですか。こいつが相当効いてるんですよね。で、っていうのも、3月っていうのはやっぱ、こう見ていただくと分かると思うんですけど、1、2月は前期ですね。3億7000万、3億7000万でしょ？いきなり3月は6億7000万。ただ、本当言うとこれもっと伸びないといけないんですよ、3月。この巡航速度でいくとね。ただ、季節がね、アゲンストに吹いたんですよね、3月はね。
でも、事業のファンダメンタルは悪くないんで、4月まで 118% に戻してきてますよね、前年比ね。で、約7億に対して8億2400万ということで、上積みしてますよね。ただ問題はこのね、5月、6月。これが、2桁110、まあそうですね。まあ115ぐらいはないといけないですね。そういう巡航速度でいけばですね、そういう経費構造におそらくもうなってるんですよね。というふうに思います。だからそこのところをね、ちょっとこう、まあどう見るかというところなんですけどね。でですね、これね、単身を見てみ、ますとですね、まあ、配当とかね、もう全然、変わってないです。予想3円50銭ね。まあ、減配ですよね。このままですね。まあ、50銭だけですけどね。それで、ですね、まあ、通期の、まあ、今の時点で修正はまあ、ありえないですよね。通期目指してるのは92億で 23% 増。営業利益6億6900万で 34% 増というね、まあ、いわゆるグロース株らしい、姿なんですよね。当社は売上の伸びを継続し、市場シェアを拡大することをテーマとして、積極的な広告運用と良質な購買体験の提供、ブランディングによるファン作りを通じ、アクティブユーザーの増加に注力したと。マーケティング部門では、メールマガによるサイトへの誘引とか、戦略商品の構築で、リピーター化を促進したと。でまた営業部門では、ホールセール、卸ですね。それと、リテールの役割を明確化して、オンラインも含めたホールセールへのアクションね。だから、オンラインとホールセールこれをね、うまく結びつけようということなんですよね。これいいアイデアですよね。で、高単価の受注に、を取り込めたと言ってますね。で、販売状況に関して、いろいろ工夫してんですよ。こうね、横井さんね。と思います。で、販売状況に関してサービス部門においては、1、2月と、1月と2月は、まあ、医療スクラブとかね、それから飲食店系の、まあ、商材ですね。エプロンとかね、ユニフォームとか、そういうのですよね。中心に順調に売り上げを伸ばしたと。で、3月はですね、前年のですね、値上げ前の駆け込み需要があったみたいなんですよね。3月非常に高かったですもんね。それで伸び悩んだって言ってますね。108。私はシーズン要因大きいと思うんですけどね、3月はね。で、これらの結果ですね、どうも売り上げは7億ね。7億ですね。となりましたと。これ 1.9% 増ですね。それで、オフィスワーク部門。これはですね、1、2月は温暖な気候で、防寒商品の売れ行きで苦戦して、ね。それで、まあ、季節が逆だったって言ってますね。春夏商材とか、ポロシャツ、ヘルメットのアイテムが売り上げを牽引したと。1、2月にね。で、しかし3月にはですね、前年の値上げの前の駆け込み需要の反動とか、それで、気温が前年同月と比較して低く推移した影響を受けた結果、これも間違いないです。これはもう相当影響を受けます。で、同部門の売上高は、6、9569万ね。だから合わせて15億ぐらいになるわけですよね。ということで、まあ、売上が 7.7% 増だと。だけど、利益に関してはですね、人件費ですね、それから減価償却費、倉庫作ってますからね、新しい新鋭のね、これらのですね、経費がまあ固定費ですよね、こう増加するということと、あと広告費ですね、これの先行投資って言ってますね。の結果ですね、まあ営業利益はまあこうなっちゃったよと。だけどこれよくね、604万とまあ970万ね、経常利益ね、これよくね、確保したなと僕は思いますよ、これね。で、まあちょっとね、PL をね、ちょっと見たいと思うんですけど、PL にですね、粗利益とね、それから販管費ですね。これがまあ、あるんですけど、これね、前期ですね。これ前期はですね、粗利がですね、36.1 です。36.1% ね。それで、今期の粗利ですね。これもですね、36.2% あるんですよ。つまり、粗利益に関しては、保たれてるんですね。ということは、季節がですね、まあ、あまりこう、まあ、そのビジネスの環境としてはよろしくなかったにも関わるんですよ。ですから、ま、その、粗利を落とさずに、売上を作れました、ということが、ま、一つ言えます。それからもう一つですね、この、販管費のところ、経費ですね。これはですね、前年がですね、33.1% で済んでるんですよ。でも、新倉庫等を作りまして、それの減価償却等も乗ってきてると思うんですけど、今期のですね、この第一四半期のですね、経費率はですね、35.7% ですよね。ですからもう、その差がですね、2.6% ぐらい。2.6 ポイントもですね、この販管費がですね、上昇するとですね、それはもう、営業利益はやられます。ね。というようなことでございましてですね、まあ、結果ですね、まあ、前期、ここ営業利益 3% だったんですよね。これがですね、わずか、0.5% ということでね。まあ、でもいいよ。まあ、とは言ったって、4397万なんですけどね。前期の営業利益ね。で、642万になったって言うんですから、まあ、これは大所の勝負ではないということなんですよね。まあ、言いたいのはね。
そういうことなんですよ。で、大所の勝負っていうのは、どこでここが来るかというと、まあまあ、通期では、まあ、6億6900万をまだするということですから、そうするとですね、こう見ていただくとですね、4、6月なんですよね。だから、この4月とですね、それから5月、6月、この3ヶ月間がですね、どのぐらい売上高を乗せていけるかというところがポイントになろうかと思います。ですから、この売上に対してですね、まず4月はですね、もう結果出てるでしょ。18% プラスです。約2割、こう底上げしてるんですよね。で、その 18% 増ペースがですね、ずっと続くとですね、ここ、いわゆる限界経費みたいなところがありますんで、広告費は先行投資したと言ってますから、これはおそらく4月に向けてのね、まあ、広告宣伝費の投下が、まあ、多分あったんだろうと思うんですけど、まあ、そうですね、マイナスに、こう、利益段階でね、マイナスを一つも出さなかったら、これも意図的ですね。ものすごく頑張ったと思います。経費とかね、コントロールしてね。そういうふうに私は思います。だから、あとはですね、この4、6月どう頑張るかというところが、まあ、ポイントですね。この4、6月の、利益はですね、まあ、これ、端的に言って、まあ、倍ぐらいになってくると、まあ、話はね、全然変わると思います。だから前年もですね、1、3月っていうのは、まあ、4300万とか4600万ぐらいの営業経常利益しか出てないんですよ。なので、まあ、このですね、取り返しはですね、まあ、十分可能かなというふうに私は思っています。ということでですね、まあ、非常にね、いい社風の会社なんですよね。なんで私はですね、まあ当面ちょっとね、まああんまりたくさん持ってるわけではないんですけど、まあいいかなというふうに思っておりまして、まあね、もうちょっと様子を見ていきたいなというふうにまあ思いますね。まあ月次が出るんで、そこはね、すごく安心かなというふうにまあ思います。これは、信用はどうなってたかな？改ざんは、そんなないですね、改ざんもね。だからまあ、降りてくるっていう感じでもないし、空売りもそんなないと思いますからね。まあ、配当でね、配当が高いとね、要するに配当でこう、下支えできるとか、あるいはまあ、自社株買いとかを発表してくると、まあ違うんですけど、自社株買いをやるような、はっきり言って、あれですよ。フェーズにはないんですよね。これね。なんでまあ、ね、ちょっとこれ、あれでしょう。まあ、こんな感じで、ここでね、分割をして、22年ですかね。それでまあ、こう、起きたんですけどね。まあ、ここからこう伸びていけるかっていうのは、もう、どんだけ売り上げがね、まあ、こう上がっていくかって、そこにかかってますよね。まあ、私もうちょっとこれは、まだシナリオ崩れというふうには見なせないと。まあ、第2クォーターが、例えばその、あれですね、あまりにも経費をかけすぎてですよ。広告宣伝とかね。要するにそれっていうのは、もう売りが立たないから、ものすごくコストをかけて売りを作るっていう姿なんですよね。そうなってくるとですね、もう EC であろうが何であろうがですね、小売りが厳しいんですよ。だからもう楽天の楽天マラソンですね。あれも本当毎週やってるでしょ、最近。あれはですね、前年をそうしないと越せないんですよ。ね。それで、楽天ポイントとか、ああいうのも全部出店者から取るんですよね。もう、セールが増えれば増えるほどですね、それはもう出店してる人たちは、まあ、儲けは減るわけなんですよね。でも楽天自体はまあ、プラスなんですけどね。ね。だけど、その1年は365日でね、もう限りがあるわけなんですよ。花の命と一緒でね。だから、まあ、できればね、そのセールに頼らず売り上げを作るというところがね、すごい重要な、まあ、点じゃないかなと。だから戦略商品とかそういう考え方っていいんですけど、まあね、ユニオンネクストね、まあいいビジネスだと思いますけどね。なので、まあちょっと、これは第2クォーターまでちょっと見たいなというふうに思っております。ということですね。まあそんなに、まあ大きく下がらないと思いますけどね。まあ下がったら、そうですね、まあ460円とか、また330円とか来てくれたら、じゃあまた買ってもいいかなと思ってますけどね。月次次第なんですけどね。もう月次で決まってきますからね。そんな風には思いますね。で、次ですね。これはこれも決算でございます。AD ワークスですね。これはですね、ですね、これ今日3時に出ましたね。はい。第1クォーターですね。73% の増益で着地しております。経常増益ね。それで、12月期の第1四半期ね、24年のね。これは連結経常利益 72.9% の4億3000万に拡大したと。こっちはちょっと桁が違いますよね。直近3ヶ月の実績、1、3月期の売上営業利益率、これが 4.1 から 7.6。いいですね。これはいいですね。営業利益率が上がるというのが最も素晴らしい姿でございます。今日出たこの決算ですけど、売上は 13.7% 増ですね。78億です。それで営業利益は5億9900万。これが 114.6%。ってことはまあ 2.14倍ってことですよね。で、純利益ですね。四半期純利益が、4億、親会社に帰属する四半期純利益ね。
これが2億5600万で 14.3% 増と。これ、前年多分ですね、なんか、あれですね、会計上の税国化会計かなんかのところで、益が出てたんじゃないですかね。これはおかしいですもんね。2億7700万の税前の利益に対して、2億2400万が出てますからね。これはこうわざわざ区切ってますよね。なんでこれも結構ないい状態だと思います。まあ、見るべきは基本的には、まあ、営業利益がポイントですからね。そういうことですね。で、まあ、一株当たり利益は、まあ、5円と。で、自己資本は 28% で、配当はですね、24年12月期の予想で、9円になってますね。でですね、このフォーキャストっていうのをね、こう出すんですよ。面白い会社で。3月29日出てるんですよね。第一四半期フォーキャストね。3月31日までの分を3月29日に出すんですよ。面白い会社でしょ。フォーキャストって別に出してるんですよ。ほいで、それがですね、売上78億で、営業利益が6億で、税前利益4億なんですよね。ね、営業利益、これね、もうほとんどピタリいってますね。78億で、まあ、5億9900万、6億でしょ。これでまあ、これ税前の純利益は 4億円ですよね。それで、フォーキャストで、この税前利益ね、4億ですよね。これはですね、なかなか、しっかりしたね、業績予想を示してくるなというふうには思いますね。で、この通期に関して言うと、売上は470億で 13.7% 増の2桁増と、営業利益は約3% 増の3億と、で、税引き前の、当期純利益は23億円で 11% 増で、最終的な純利益は15億6500万で 10% 増と。まあ、こういうような姿でございますね。当社グループの主要な事業領域である都市部の収益不動産売買市場がですよ、低金利などの資金調達環境を背景として活況に推移していると。うん。都心部はいいんですね。収益不動産ね。2024年3月19日には日本銀行がマイナス金利政策の解除を決定したものの、現時点では収益不動産売買市場に特段の変調は見られないと言ってますね。一方で当社グループの拠点がある米国のロサンゼルスにおいては、政策金利の高止まりにより厳しい資金調達環境が続いていて、収益不動産売買市場においては価格の先安感が見られたと言ってますね。ですからまあ、あんまりたくさんやってないんでよかったですよね。で、このような事業環境のもとで、当社グループは2024年2月8日に第2集計を、まあ、発表して、PBR1 倍未満という低位な価格水準の課題に対してですよ、一株当たり純利益、これを2桁成長すると、まあ、10% 増だったんですよね、考えてるのは。継続的な、まあ、達成などを通じて、まあね、1倍割れを解消したいということを目指していると。その達成に向けてですね、当第一四半期においては国内外における収益不動産の仕入れ商品化、販売の強化促進推進、およびノンアセット事業育成による安定収益獲得等に取り組んでまいりましたと。その結果ですね、当第一四半期における売上高が78億ね、先ほど見た通りでございますね。それでこれがですね、中身なんですけど、この第一四半期のこの実績のところですね。これはですね、トータル売上が78億なんですけど、そのうちですね、不動産売買が65億で、売上構成比は 13.4%。これ前年比で 119% ですね。すごいですね。120% いってますね。で、ストック。これはまあ、ストック収入ということで、まあ、ビル管理とかそういうのから得られるやつなんですけど、これが14億1100万で、これが 18% を占めてると。で、内部取引の消去があるということですよね。まあ、そんなような状態ですね。まあ、ストックは型、フィービジネスって言ってますよね。で、収益不動産セグメントね、セグメントの話ですけど、売上高65億で、営業利益は8億円。収益不動産販売事業は連結売上高の 80% 超を占めるセグメントだと。ね、収入の源となる収益不動産は、商品企画力を軸にして、物件価値を見極めた上で仕入れると。まあ、田中秀夫さんね、不動産鑑定士さんですからね。まあ、そこは、もうやっぱしっかりしてるんだと思いますよ。で、国内においては、活況な市況環境のもと、仕入れ販売ともに堅調に推移したと。特に販売においてはですね、不動産小口化事業において、アリスト青山2、販売総額が17億7千万。およびアリスト札幌、これが販売総額が7億7千700万ね。の2物件を完売したらしいですよ、完売。小口化してね。それで順調に売上高を拡大してると。ね。ということでございます。で、海外においては市場動向を中止し、仕入れ販売活動を慎重に進めてると。いいですね、こういう姿勢はね。いいと思います。ストック型フィービジネスですね。これはですね、どういうのかというと、当社グループの業績の安定性を担保したいという思いがあるんですね。まあ、やっぱ買って、まあ、仕入れて売るという、あるいは建築して売るというね、なんか商売だと、その時その時で、
変化があるじゃないですか、利益ね。まあそうあってはならんということで、まあ将来を睨んでですね、収益性の安定を担保したいというふうに考えてですね。で、主な収入は当社グループが保有する収益不動産からの賃料収入。ね。これがありますね。それから株式会社 AD パートナーズ及び ADEW マネジメント USA インクの不動産管理収入ね。それから株式会社住川 ADD という工事の会社があるんですよ。建築工事のね。それの工事収入というようなことでございますね。収益不動産の期中平均残高は、堅調な仕入れ活動により、全第一四半期の430億4600万に対して、当第一四半期は466億8600万ね。ざっくり36億円ぐらい増加してますね、資料はね。で、収益不動産の稼働状況などの要因によって、当第一四半期の賃料収入は4億1300万。前年同期で減少となったけれど、今後商品化の過程で稼働率が向上することで、賃料収入はより増加する見通しだと言ってますね。収益不動産のですね、稼働状況ってこれ自分とか持つんですよね。それでもって、このストック型フィービジネスの、まあ、根幹を作っていこうということみたいですね。で、それがですね、あれですね、賃料収入減ったって言いますよね、4億円ね。なのに、まあ、この、まあ、利益ですね。これはなかなか立派じゃないかなと思います。で、しかもですね、商品化していく過程で稼働率が向上して、賃料収入はより増加するっていうんですから、まあ、先々、ね、さらにここも持ち上がる可能性があるのかなというふうに思います。で、賃料収入、これ見てください。これがね、前期4億5300万だったのが、4億1300万に落ちてますよね。まあ、そうですね。まあ、4000万ぐらいですけどね。で、賃料収入以外は、10億7000万あったのが9億9700万。まあ、ほぼイーブンですけどね。まあ、この部分はちょっとね、減収ですね。はい。という減収で、なおかつ、多分減益だと思いますけどね。ですから、まあ、相変わらずやっぱり、不動産小口化によるですね、その販売ですね。これが非常に好調に推移をしていると。まあ、都市部なんで、まあ、やっぱりいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。でですね、まあ、この中継ですね、第二次中継ね。これを掲げてるんですけど、こう下のようなやつですね。とにかく PBR 1倍あれをなんとかしたいなっていうのはすごく強いんですよね。それで、まあ、今掲げてるのは2026年、580億ね。これだともう、あれですね、50億プラス、60億プラスって感じですよね。いや、すごい意欲的だと思います。で、営業利益が30億から33億いって37億いくと。まあ、この通りに行ってくれるとすごくいいですけどね。で、ROE もこう表示してね、9.2。前期も 9% あったんですけどね。で、これを 9.2 で、で、最終年度2026年には 10.4 まで持っていきたいと。まあ、でも、収益不動産から賃料収入を得ながら、まあ、それをストック型のフィービジネスとして、まあ、やっていってですよ。で、なおかつ ROE をですね、2桁に乗せるっていうのは、ものすごいことだと思うんですよ。で、ここはとにかく気にしてるのは、このロイク、投下資本利益率ですよね。これがですね、2021年は 1.8% だったんですよね。投下した資金に対しての回収率ね。で、これ、よろしくないですよね。それで、これはですね、2023年にはもう 4% まで来てって、で、さらにですね、2024年 4.3、それで 4.8 まで持っていきたいというようなことで、まあ、これはですね、効率性の改善につながりますよね。で、そこをやっぱ支えるのが、あれですよね、この一人当たりの売上ですよね。まあ、利益ですね。これがもう一人当たり3100万円とか、2023年ありますよね。で、この24年は3300万円に持っていこうと。だから一人当たり売上を上げていこうという、そういう考え方で人を増やさないですよね。これはね、いいことだと思いますね。ということですね。なかなかね、本当に、考えられたね。まあ、やり方だと。ロイクを使うというのはね。そういうふうに思いますね。自己資本比率ですね。これを、なんか、まあ、第一コータ28点なんですけど、30% まで持っていきたいと。これ、不動産市況変動リスクに対する耐久性ですね。それから、ノンアセットの事業シェア。これをですね、アセットに拠しない事業って言ってますけど、結局のところ不動産収入ですよね。大きいのは。まあ 12.7% 今第一クォーターであるよって言って、これ 30% ぐらいまで持っていきたいって言ってですね。まあ人増やさなきゃ大丈夫じゃないですかね。と思いますけどね。ということで、まあ今のところね、しっかりしてますよ。この、何ですか、田中秀夫さんね。ということで、販売用不動産は394億ね。まあ結構ね、前年から40億ぐらい積み上がってますね。すごいですね。これはいける感じですね。次の期もね。うん。そういう感じがします。
それから、多分有形固定資産に入れている部分ですね。67億ですね。これがですね、多分ここから賃料収入を得る。まあそのね、資産だと思いますけどね。まあ自分で持つっていうことですよね。クラウドファンディング結構やってて、この預かり金が結構いってますよね。前期が22億あったんですけど、14億にまで減ってますけどね。これ実現したんでしょうね。ね。そういうことですよね。クラウドファンドで、ファンディングで集めたお金で、まあ要するに建物を購入して売却したり、で、利益を生んだりね。あるいは、利回り上げたりね。そういうことが、まあやってるということじゃないですかね。で直期借り入れはね、ここね、336億あるんですよね。これがね、ちょっとこの大丈夫かなというところはあるんですよ。はい、これ前年がですね、11億7900万の粗利で、でですね、この粗利益率がですね、11億だと、68で、まあ、ざっくり 16% ぐらいなんですよね。16%。それで、今回ですね、この決算で見てみますと、粗利が約8億ですよね。それで78億。割ってみますと、23% ということで、粗利がですね、なんと 7% もアップしてるんですよ。ね、すごいですよね。これはね、ちょっと見栄えがもうまるで違いますよ。で、結局ですね、ここは経費がですね、9億円ですよね。9億円。で、それに対して11億9千万増えてるんですけど、ところも増えた金額はですね、まあ、2億9千万ぐらいなんですよ。だから、まあ、粗利はですね、6億も増えてですよ。で、経費は2億9000万しか増えなければ、営業利益にストンと落ちた時に3億乗っかってくるわけですよ。っていうような、まあ、ことかなと思うんですよね。で、粗利益率がちょっと、こう、異次元領域に入りつつあるなと。すごく良くなっていってます。って思います。問題はね、やっぱ借金ですね。そこだけです。でも、この AD ワークスのこの決算は、非常に、そうですね。まあ、シナリオがね、まあ、若干強化された、決算かなというふうに、まあ、思われるところであります。それから次はポラリスですね。これはですね、相当強化されました。ね。これニュースね。これね、ヘッドラインはですね、ポラリスホールディングス今期経常 50% 減益、17期ぶり3円で複配とか書いてるでしょ ?16 時に出したんですけど、このヘッドラインはね、すごいこと意地悪なんですよ。すごいこと意地悪ね。で、これ中身読んでみますと、24年3月期の連結計上損益は26億円の黒字。26億も黒字が出たんですよ。前の期比はね、前の期はですね、2億の赤字なんですよ。2億の赤字から26億の黒字。すごい経営手腕ですよ。ね。で、V 字回復ってやつですね。で、25年3月期の同利益は 49.6% 減の13億1000万。だけど、その前期の2億1000万の赤字に比べたら、ものすごい黒字でしょ、これ13億って。そういう風にね、なんか見てあげないんですよ。株単のね。アルゴかなんか知らないんですけどね。で、同時に今年の年間配当3円ね。17期ぶりの複配です。これはすごいですよね。もう自信があるということですよね。それでですね、この第4クォーターですね。1、3月期の。これの経常損益はですね、2.2 億円の黒字でですね、売上営業利益率ですね、これマイナス 3.2 からですね、8.4% ものすごい改善してます。すごいです。もう文句のつけようがないです。というようなことなんですよね。で、これですね、ちょっと、くずつ見ていきますと。これはですね、ポラリスの、これ単身なんですけど、これですね。売上高はですね、なんと前年の70億からですね、225億に増えたんですよね。まあ、221%。これはすごいですよね。3.2 倍。まあいいんですけど、で、利益はですね、営業利益300万から33億8200万ね。すごいでしょ。これで、純利益に至ってはですね、5億3400万から52億、あ、違った、32億9700万、517%。そう。6倍です、6倍。で、人が話題利益は26円ですね。すごいですよ。大復活ね。営業利益率 15% もあるんですよ。総資産計上利益率が 10% でわざわざ書いてますからね。もう自慢なんですよね。いやー、すごい手腕だと思いますよ、これはね。それでですね、これ現金は、まあ、27億ぐらいなんですけど、まあ、配当をね、その17期ぶりにやるということで、素晴らしいですよね。で、こう予想がね、こういうふうに出てるんですよ。売上高が200億ですよね。で、マイナス 10%。で、営業利益が18億9000万で 44% と。まあ、こんなようなことなんですよね。だから、まあ、半減しちゃうから、っていうような、まあ、そういう話なんですよね。
これがね、決算、まあ、説明会資料になると思うんですけど、ここはもう国宝ホテルね、やってるところですよね。まあ、今、宿泊はすごいいいんですよね。で、ポラリスはですね、まあ、本当にスターアジアの、ま、傘下でですね、そこから、まあ、送り込まれた、ま、人によってですね、ほんで、まあ、バランスシート改善やってですね、要は、もう持ってるホテルがあるわけですよね。だからそれを要するに流動化して、で、まあ、キャッシュを得てですね。で、もう一回ですね、リースバックで、で、運営受託をするというような、そういうような、こう、改善を行ったんですね。矢継ぎ早にね。ここすごいと思いますよ。で、これ決算ハイライトなんですけど、運営ホテルの業績が好調に推移したことで、2023年11月14日に公表した業績予想を上回る実績を達成して、2018年のスターアジアグループ参画以降で最高益を達成したと。海外事業も営業利益別で黒字を達成していると。海外事業ってフィリピンのね、ホテルチェーンを買収してるんですね。それがまあ黒字になったよっていうことですね。運営ホテルの好調な業績に加え、ホテル2物件の売却益、これがですね、20億円あるんですよ。ね。売却してるんです、これね。で、前期でもですね、各指標は大幅に成長したと。で、賃貸借契約の解約益っていうのがあるんですね。4億円。うん、これの特別利益の計上、及び繰越欠損金を活用した繰延税金資産の計上による法人税等調整、益によって、計上利益を上回る当期純利益を計上したということなんですけど、それがですね、ここに出てくるんですよね。はい。資本金がですね、前年がですね、1215万。まあ、今期は6557万なんですけど、これですね、1億円未満じゃないですか。利益上限がここね、結構増えてるんですよ。ボーンとね。利益上限のところですね。まあ、4億3890万になってますよね。で、前年が3億6672万ですから、もう本当10倍って言わないぐらいお金増えてるんですよ。これは、まあ、簡単に言うとですね、もう本当にホテルを、まあ、要するに、売却して、それ逆にそれをですね、運営自宅をするっていうふうに、まあ、資産を流動化することでですね、資金を、まあ、要するに得てるというような、まあ、姿だというふうに思うんですよね。で、ここをね、注意が必要なんですけど、これがですね、1億円を下回ってるということはですね、可燃度のですね、10年分ぐらいですかね、中小企業には分類されるんですよ、税務上はですね。そうするとですね、可燃度の欠損金があるでしょ、前の年度のですね。この欠損金を使ってですね、それでもってですね、要するに、税金がね、戻ってくるんですよ。こうやってね。これはね、還付だと思います。住民税等調整額ね。3億円。3億328万ね。で、これどういうことかというと、税効果会計の一つなんですけど、ここ、ポラリスさんはですね、こういうふうに、通期決算見てもらうと、ここら辺で大きく赤字を出してますでしょ ?1、2、3、4、5期、赤字出してますよね。で、この赤字ですね。この赤字がですね、効いてるんですよ。で、それをですね、まあ、要するに、まあ、益としてね、計上できるよというような、まあ、そういう話なんですね。で、こう、計上してるんですよね。だから、ここも多分、マイナスから、マイナス2億から、5億3400万なんで、2023年3月期もですね、これ、あれですね、税効果会計で、税金が還付されてますね。だから、この辺の黒字が出たところで納めた税金ですね。それが還付されるという格好ですよね。というようなことかなというふうに思います。それで、まあ、皆さんのですね、例えばその FX とか、そういうものでね、損したときに、後でね、利益が出たときに、相殺してくれるでしょそれと同じですよね。というようなことで、これはまあ特別の本当に中小企業特有のね、ことですよね。それでですね、まあ、それでこの繰越欠損金を活用した繰延税金資産の計上ってことは、ちょっとまあ別に切り離して考えたらいいと思うんですけど、これですね、繰延税金資産って、要は将来に利益が出ますよという証なんですよね。繰延税金資産の計上を認めるということは、要するにその次の期、その次の期、その次の期も利益が出るねって監査法人が認めてくれたってことなんですね。なので、まあ、この時にですね、法人税等調整の益っていうのが出るんで、まあ、繰越欠損金とですね、それから、特別利益ですね。で、まあ、この計上利益を上回る当期純利益が計上できたよっていうような、まあ、話になってるというふうに思われます。計上利益ってことですね。これマイナスから、26億ですかね。874万ね。なってますでしょ。で、解約益で4億円。それから、店舗閉鎖損失引き当ての戻りで5712万。これ特別利益でですね、約4億、まあ、7000万ぐらいね、出てますね。前期も出てますけどね、14億ぐらいね。それから特別損失ですね。これが、まあ、投資有価証券の評価損とか、それから固定資産の除却損とか、これはありますけど、まあ、大したことないですね。で、貸し倒れ損失が、ちょっとありますね、4716万。それで合わせて、6992万。
だからまあ大したことないですよ。まあ、特別利益に対してはね。だからざっくり4億円ぐらい、経常利益に、まあ、乗っかって、ここのね、税、まあ、小税前の当期純利益30億ということで、前年の5億からね、ビューンって、ビューンって言ってるんですよ。ビューンって。音がしますよね。ビューンって。そういうことでですね、まあ、この法人税調整額も入っちゃって。ね。いいっすよね。本当に。で、当期純利益は、まあ、ほとんど税金払わないところか、税金戻ってきてますね、みたいな。そういう格好に、まあ、なってると。いうことなんですよね。で、繰延税金資産がですね、資産の部にね、計上されてると思いますけど、これね、7億2786万円ね、計上されてますね。というような状態ですね。まあ、税国家会計というやつですね。というふうに、まあ、思いますね。まあ、とにかくですね、これも、ちょっと私もね、予想外の素晴らしさです。こういうことができるんだなと思って、ポラリス潜水艦浮上しましたよね。だから別にこれバーッと浮上して、半分ぐらい落ちてもね、しょうがないじゃないですか。ね。一過性の利益だって言ってんですから。なんかね。というふうに思いますけどね。はい。それで、セグメント別業績のハイライトですね。ホテル事業はホテル事業の回復、運営客室数の増加、それから海外のフィリピンのレッドプラネットですね。ホテルですね。業績反映で、前期比で売上高2倍、営業利益は 3.5 倍に増加したって言ってますね。ホテル事業ね。ホテル事業これなんですよ。だホテル事業で20億稼いでるんですよ、営業利益。で、売上が145億稼いでるんですよ。すごいでしょ。もうね、売上が75億円プラスしてます。2倍ですね。これで、営業利益は14億プラスしてます。すごいですよ、これ。これで、不動産事業ですね。これはベストウエスタンプラス福岡天神南、およびフィーノホテル札幌踊り、現国宝ホテル札幌踊りらしいんですけど、このホテル2物件を売却したんですね。で、売上高と営業利益が大幅に増加したと。不動産事業、80億。それはまあ、ねえ、前年がほとんどないですから、売却が。これを売却して、ね。これでこれ、営業利益で20億得たってことなんですよ。すごいでしょ。恐ろしいですよね。それは売却したらそうなりますよね。で、運営は受託するんですよ。そのね、賢い方法。素晴らしいね。潜水艦の浮上の仕方ですよね。だけど、持ってたからできることですよね。ここでね、ワンタイム収益である2024年3月期の不動産売却益の影響、この20億ね、さっきの。これを排除した場合でもですね、直近5期で最高の営業利益及び当期純利益を達成していると。ここを評価してくれって言ってるんですよね。売って利益出しただけじゃないかって。いやね、これじゃないと。これをね、こう、含まなくてもですね、コロナ禍でこんなに沈んでたのに、ね。で、こう、要は、なんていうんですか、この2024年の3月期ですね。売却益を除いてですね、まあ、13億7600万なんですかね。まあ、18億ぐらい、まあ、こうね、蓋出てますけど、18億ぐらいマイナスだったんですよね。それが前期、まあ、一種の特益ですよね。これ出して5億3400万の水面下に、水面上に上がったんだけど、さらにこう浮上してね。それでまあ、こう32億と、こういうことになったと。で、不動産売却益をこれ除いたとしても、まあ、13億ぐらいホテル事業で稼いでるよ。だから順調じゃないかと。こういうのはまあ、ことなんですよね。まあ、運営プラットフォームは、まあ、こんな感じですね、うん。これね、ここに運営委託型って、これはもう全部ね、物件は売却済みなんですよね。で、運営だけ、運営のみを委託してるんですよね。それはもう軽いですよ。ね。これで、ね、これ固定プラス変動って言ってるのは、これ賃料が、固定賃料と変動賃料があるんですよね。きっとベストウェスタンの場合はね。売上に応じてということですね、変動はね。で、自社所有っていうのはこれ自分とこ持ってると、自前でね。これ全部ね。だから、いざなら、これも売ることはできるんですよ。ね。そういうことですね。だから、スタージアードグループは、大したもんですよね。それで、来期以降のパイプラインとして、サンホテル753室を新たに運営予定。ああ、そうですか。2024年3月期は、6ホテル1035室を開業したんですね。まあ、運営に特化すればできますよね。で、不採算ホテルであった、キヌウラグランドホテルよりバリューザホテルブルーカは、3本木を閉鎖、撤退。ね。撤退損失出してですね。まあ、もう幻想してたと思いますけどね。まあ、コロナ禍の時にね。で、その他にこのスターアジアがね、こう、ついてね。それでまあ、こういうね、ことをやってるということなんですよ。第三者のオーナーもいますよね。で、新たなパイプラインとしてはですね、ナンバね。これ、日本橋のとこですね。これ320室ね。第三者がオーナーだと。で、運営自宅ですね。で、スターアジアが、ですね、海浜幕張ね。千葉ですよね。ここで、2027年と。で、第三者で、固定プラス変動ね。賃料ね。で、国宝ホテルの那覇。
ですね。これをやるよと言ってますね。いいと思いますね。これも AD ワークスもこの姿がこう参考になるんじゃないですかね。非収入型で、損益分岐点が低い運営委託型。変動賃料型及び固定プラス変動賃料型。と、2、アップサイドをより享受可能な固定賃料型及び所有型をバランスよく受託して、成長性と安定性を両立するポートフォリオの構築を実現していると言っています。そうですね。自社所有してると、もう丸々ね、もう、儲けがね、丸々きますけど。まあね、自社の所有ならね、問題ないですよね。で、これはまあ、ここから先はね、賃料を払わなきゃいけないですよね。固定賃料とか、固定プラス売上場合の賃料とか。あと、運営委託っていうのはもう、運営を委託されて、まあ、一定のですね、両立で運営を委託されてるんだと思います。そんな感じですね。だからまあ、すごい、こう、もう、V 字回復ね、良かったですよね、プライスさんね。そうですね。機動的な、ホテルアセットの取得より売却ということで、ですね、コロナ禍でホテル物件の取引市場が軟調になったことを、は逆に好機と捉えていいですね。割安に取得したホテルを、マーケットが回復したタイミングで、スタージャグループのスタージャ不動産投資法人に売却。なるほど。で、営業利益20億5000万を計上して、含み益の顕在化を成功させたと。素晴らしいですね。含み益ね。好きです、その含み益主義。ね。コロナ禍でね。良かったですよね。本当。コロナが成長の土台を逆に作ってくれたという意味では、まあ、しぶといですよね。と思いますね。まあ、この辺ね、2020年3月期の売却物件というのは、この2つだと。ですよね、それで、投資中の物件がここホテル、築地銀座ね、これがありますよと。そうですね。なんか運営ストラクチャーの変更による収益性の向上ということで、コロナ禍後のマーケット環境の変化に機動的に対応し、運営ホテルのポートフォリオの収益構造を踏まえて中長期的に収益確保可能な運営ストラクチャーに変更したと言ってますね。それぞれのホテルごとに変えてんですよね。ここホテルでも、この銀座とか札幌とか福岡だと運営委託方式から賃貸借契約に変えてるんですね。で、こっちの儲かるということですよね。まあ、そういうことですよね。スターアジア不動産投資法人による物件取得に伴って、まあ、固定プラス変動賃料型の長期の賃貸借契約を締結したということですよね。マーケット変動のリスクをヘッジした上で、長期的な収益基盤を確保していると。それからベストウェスタン福岡天神とフィナホテル札幌はこれ自社所有だったんですけど、これもですね、スターアジアに物件を売却して、で、賃貸借家に切り替えたと。それから、ここホテルプレミア、日本橋浜町と神戸の三宮ですね。これ運営委託方式だったんですけど、これを賃貸借契約型に切り替えたと。固定賃料型ですね。これはいいですよね。固定賃料って。もう日本橋と神戸の三宮だったら固定賃料だったらいいですよね。で、まあ、当初はですね、スターアジアグループと運営委託契約を締結することでリスクを返事して、まあ、こっちだね。で、収益の回復タイミングでリターンがより大きい固定賃料型の賃貸借契約に切り替えた。なかなかですよね。しかし、スターアジアのこれ利益にもなるんですよね。結局ね。スターアジアが大株主ですからね。ということかと思いますね。で、海外ホテルのところですね。デッドプラネットっていうですね、宿泊特化型のホテルと。これのオーナー、そしてオペレーターとして、まあ、所有してるんですね。で、ですね。なんか、レッドプラネットブランドは同一したブランドスタンダードのもとで、ハード及びソフトの両面から高品質のサービスを提供していると。加えて独自の顧客ロイヤリティプログラムを運用するのが高い競争力を持っていると言っていますね。あと、先進的な IT プラットフォームを活用していると言っています。フィリピンにおいて14ホテル2453室を運営して、同国2位のリミテッドサービスホテルチェーン。これを抜いてんですね。14ホテル中12ホテルは建物保有、土地賃借、2ホテルは土地建物保有のオーナーオペレーターモデルであり、収益の外部流出を抑制できるビジネスモデルだと言ってますね。なるほどね。2023年10月に、ボニファシオグローバルシティ地区に所在する、レッドプラネット BGC ザフォート245室ですね。オーナーオペレーターとして、自らがホテル建物を保有し、かつ運営も手掛けるレッドプラネットホテルズマニラコーポレーションの追加買収も完了したと。フィリピンにね、拠点をね、いきなり築いて。ホテル事業ってこれ、あれですよね、正常さえ安定してればね、まあ儲かるんでしょうね。というふうに思いますね。ということで、あとは財務基盤の強化と成長資金の確保ということで、販売用不動産の売却によって関連する借入金を返済したことで、有利子負債が減少したと。まあ、確かに。140億から88億減少してますよね。それで、当期純利益の成長及び新株や券の行使で、自己資本比率を大幅に改善し、財務状況を健全化と。そうなんですよね。新株や券、行使して。そうですか。それでもって、
純資産増やしたんですね。で、自己資本率が 29.7 まで上がってるんですね。それもあるんだ。社債の繰上げ償還の実施及び新たな借り入れにより、海外事業の支払いリスクを大幅に削減できる見込みだと言ってますね。まあそうですね。海外高いですからね。日本で借りようってことですよね。それから、コスト削減構造改革の一環として、子会社3社の吸収合併を実施したと言ってますね。まあ、なかなかですね。やっぱね、この月次の推移がいいですよね。これね、稼働率はね、これ、82% なんですよね。もう、すごいと思います。いや、だからこれが、確か2022年あたりで 68% ぐらいあったんですけど、これ82% まで来てるんで、もうインバウンド様々ですよね。すごいと思いますよ。でも、平均の単価はもうあれでしょ ?9700 円。ん ?1 万1000円になってんのね。こっちですね。1万1808円。で、何ですかね。販売可能客室数のあたりの売り上げ。これが、リベニューパーですね。これが、いくら9700円ね。まあ、いずれにしても、まあ、1万円前後のところにいますよね。まあ、はっきり言ってビジホですよ、ビジホ。ね。ビジョンも高いですもんね。アパデスラス高いですもんね。というようなことですね。で、海外も、まあ、割と順調ですかね。ちょっとまたここ来て落ちてきてますけどね。うん、まあ、回復傾向が、まあ、50% ぐらいだったわけですからね。そこからしたら良くなってきてますよね。これ、ペソですね。ペソで表示してますね。から国内ホテルマーケットも順調な回復ということで、まあ、2019年と同水準まで回復してるよと、宿泊数がね。で、外国人の延べ宿泊数、2019年の水準を超えてると。遅れている中国からの訪日旅行者数が今後改善すれば、さらなる需要の増加の可能性があるよと。出張業務旅行の平均回数、これもですね、結構戻してますね。これが2020年1月なんですけどね。ほぼ戻してますよね。再旅客便の定期便数とか、こういうのも言ってます。まだ戻ってないです、完全にはね。まあ、これからずっと行くんじゃないですか。このままホテルはいいと思いますよ。で、25年の業績予想で、インバウンドゲストの回復及び成長を背景とした良好なホテルマーケットの環境は継続するということで、さらなる成長は見込めるよと、水、光熱費、人件費、物価の上昇によるコスト増加を上回る売上増加幅、客室単価上げればいいですからね。で、それだけのことですから。2024年予算、あともう立地が良くないといけないですよ。でも、ここ立地いいですよ。ここホテルの立地はね。ホテルの売却によるワンタイムの影響がね、まあ、前期はあったから、まあ、それと比較はできないということで、当該ホテルの売却、この影響を除いた数値からは、増収増益を見込んでるよって言ってるんですね。これが正しく伝われば、マーケットにね、いいですよね。だから、20億引かないといけないっていうことの話ですよね。20億5000万ですかね。そうすると、実際調整後の実績は、売上で145億になるよと。それで、営業利益だと13億だよと言ってるんですよね。で、2025年の予想は、これに対してですね、55億プラスの200億だと。それで、営業利益は、5億5000万プラスの18億9000万だって言って、立派なもんですよね、これ。いや、これはね、シナリオが強化されましたね。まあ、非常にいい経営、V 字回復ね。普通、こう、もうプラリスなんて、もうだいぶ前だと、もう継続企業の義がついてて、だって、コロナ前なんてダメだったわけですからね。だからそういう意味で言うと、まあ、コスターアジアがね、入ることによって、まあ、ほんとね、大変革ね、起きましたよね。ね、73% 起きますからね。スターアジアとしては、やっぱここの時価総額上がってほしいんですよ。320億とかになって、1000億円になってほしいですよね。そういうことだと思いますね。これはですね、シナリオ強化パターンでございます。はい。次ね、JMC ですね。これはですね、最近買ったんですけど、この第一クォーターですね、7% 減益で着地してますよね、経常利益。はい。ただ、6.7% 減で 1.1 億円ですね。ですから、まあ、そんなにほど、ね、誤差範囲かなと思ってます。通期計画が5億7000万なんで、まあ、進捗率 19.4 なんですけど、まあ、これ1、3月期はどんなもんかっていうところが重要なんですよね。で、1、3月の営業利益は 14.1 から 12.1% に減ったと。まあ、その営業利益が減ったのはコストか、あるいはコストが上がったか、粗利が下がったかどっちかなんですけどね。まあ、コストが、まあ、戦略的に上がって、まあ、ちょっと売上減るっていうのは、まあ、それはまあ、しょうがないかなと思うんですよね。戦略的な場合はですよ。まあ、こんなもんなんで、正直言って、ちょっとこれってね、最終益はプラスなんですよね、しかも。12% ね。なんとも言えんなと思うんですよ。まあね、借金はないしですね。まあ、527円の一株当たり純資産に対して761円。まあ、いいところにいると思うんですけどね。で、これはですね、これが、単身なんですけど、まあ、今見たように売上9億円ですね。
それでも 9.8% 増えてますね。で、前年が8億2000万なんで、まあ、ほんと誤差範囲ですよね。1億1600万に対して1億飛び900ですから、どうなんですかね。配当はありません、これはね。で、まあ、通期で、40億出すって言ってるんですね。9.9% と。で、営業利益が5億8000万出すよと言ってるんですね。一株当たり利益は70円でございます。ですから、ちょっとこれはですね、ちょっと読んでみないといけないな。当社を取り巻く試作品開発市場は、電気自動車開発の本格化で、複雑形状かつ大型サイズの試作需要の増加が継続したと。一方で、ファクトリーオートメーション、共同ロボットについては、一部の量産案件において、顧客の最終消費地における需要状況の不透明化により、それ中国ですか？わかんないですけど、受注量の減少が見込まれております。あ、そう。で、このような環境の中で新たな生産技術、ギガキャストね。ガチャンって、たい焼き機みたいなやつですね。大型低圧鋳造炉、それから国内最大規模の砂型鋳造による工場と、これをね、稼働を開始して、これはね、12月に貸したんですかね。で、今後需要の増加が見込まれる大型鋳造品を中心とした受注活動の強化に努めたけれど、新工場等の創業開始に伴うコストを賄いきれず、あ、そういうことですか、コスト増ね。で、営業利益は減益となったと。それはね、しょうがない。ね、設備投資ですよね。しょうがないですよね。で、3D プリンターね。これ心臓カテーテルシミュレーター、これで作るんですよ。3D プリンターね。ハートロイドってやつなんですけど。これどうだったんですか？なんか工業向けが、なんか、なかったみたいですね。あんまりね。で、3D プリンター出力事業の売り上げは、1億3849万ね。14.8% 減。セグメント利益は、2292万。31.7% です。ここ 3D プリンター事業は良くないですね。で、鋳造事業、これはまあメインなんですけどね。鋳造事業においてはですね、ティア1部品メーカーを中心とした国内外の EV 関連の試作及び開発の活性化に伴って、高難易度、大型の鋳造部品の受注が増加したと。あ、なるほどね。クラシックカーやバイクに関する新ブランド PG ね。あ、ありましたね、なんかね。クラシックカーの部品なんかないですからね。これを、もうここはね、作ってやるしかないです、3D でね。BZ を立ち上げて、パーツラインナップや顧客層の拡充に向けた活動を強化したと。生産面では、コンセプトセンター。これをね、砂型鋳造棟というのを作って、で、柔軟な生産体制の構築に向けた設備導入の検討を進めました。検討ね。で、この結果、鋳造事業の売上は、6億1308万ね。あ、違った。61億？6億1380万ね。前年同期比で 17.6% 増。で、セグメント利益は1億飛び716万で、3.8% 増ね。まあまあいいっすよね。それで CT 事業ね、CT スキャンなんですよ。非破壊検査ってやつですね。二次電池ね、これの、非破壊でね、こう CT で検査するっていうのは重要ならしくて、なんかこうバッテリージャパンとかいう展示会にも、なんか二次電池店かなんか、そういった国際展示会に出たみたいですよ。で、次世代蓄電池の研究開発分野における産業用 CT の認知度拡大が進んだと言ってますね。それでですね、この結果、CT スキャンね、この事業の売上高は1億4805万、9.2% の、セグメント利益1億1521万、17.9%、悪くないじゃないですか。ね。悪くないっすよ。決して悪くないっすよ。あ、そう。一時的に、コストが上がっただけで、CT の事業もいいし、そのメインとなる鋳造事業、これもまあいいわけでしょ。そしたらいいじゃないですかね。というふうに思うんですけど。粗利がね、前期が 40% ですね。それで、今期が 38.8 ですね。まあ 1.2% ぐらい粗利が落ちてますよね。ですから、これ、原価が高騰してるってことですよね。多分ね。粗利のですね、1.2 ポイントマイナスぐらいがすごく大きい。かなと思いますね。で、経費も確かに増えてますけど、まあ、2億3000万ぐらい増えてますかね。でもこれ、よく、まあ一応1億900万くらいの利益をよくまあ出せたかなという。ちょっとこれもうちょっと見たいですね。ね。いわゆる鋳造事業とか、まあ 3D プリンターの方も、まあ、稼働すれば、心臓カテーテルとかすごい面白いと思うんで、まあこれも現役ですけど、まあ誤差範囲内かなと。これは、ちょっともうちょっと見てみないと、何とも言えないなというふうに思いますね。まあ、40億ですからね。さあ言ってもね、この程度ですから。それでね、四半期で見てみますと、この1、3月が今1億でしょ。営業利益ね。で、大体ね、9億円ぐらい出るようになってきてるんですよ。
これはね、総売上がまあ上がってる姿かなというふうに思うんですよね。問題はこの4、6月ですね。ここ。これがですね、この前年1億8000万ぐらい出てますよね。これ中身がね、あられが相当変わるんじゃないですかね。心臓カテーテルのシミュレーターみたいなのね、納品すると相当あらり高いんじゃないですかね。で、この7、9月の1億6700万。あと、あれですね、クラシックカーのそういうパーツとかそういうのはきっとあらり益取れるでしょうね。お金持ちですから、そういうのをやる人は。ね。そういうところを狙っていってんですよ。だからもう、たくさん作ってっていうんじゃなくて、そういうね、こう、もう特殊なニーズをね、しっかり利益取ってね、伸ばしていこうと。だから、そういうのがね、伺いですよね。この 19% とか 18% とかね。営業利益率だとこれ 12% あるんですよね。十分だと思いますよ。だからまあこういう2桁の営業利益率が、まあ、ずっと出続ければですね、いいかなと思うんですけど、いきなりこう 7% ぐらいになるときあるんですよね。ちょっとこう、多分アラリミックスですね。おそらく、多分CT の事業みたいなのがすごいいいと、CT の事業っていうか、3D ですね。3D の、まあ、プリンターの事業がすごくいいと、まあ、利益率もすごく高く取れると。まあ、特に、その心臓、カテーテルのシミュレーターみたいなものですよね。そういう複雑な形状のものを要求されて、それがね、売れていくと、粗利は高いんだろうなと。そうすると、営業利益率も2桁に乗ってくると。まあ、そこは、まあ、今回の決算では弱かったんで、まあ、2桁には乗らなかったというような、まあ、感じですよね。で、これ、もともと期待値そんな入ってないんで、一応、改ざん51万株ぐらいありますけど、そもそもが、あれですよ。配当もないんでね。これは、ちょっと、まあそうですね。どうかな、と。いいかもしれないけど、まあちょっとどうかな、と、ちょっと思ってます。ちょっと思ってます、まあね、渡辺大地さんね。なかなかうまいこと考えたんですけどね。こういう製造業に新たにね、若くて進出するっていうのは大変なもんだと思うんですけど、なんかどんどん売ってんですよね。何のために売ってんですかね。まあ、でも自分が社長を続けていかなきゃいけないですけど。よくわかんないですよね。漫画書、順序売ってますよね。25.88 まで減らしてますよね。そうですか。まあ、そうね。きっと、お金が欲しい年頃なのかもしれない。ということでね。まあ、JMC はね、これちょっと考えようかなと思ってます。少しね。まあ、大したあれじゃないんですけど。はい。これ、山木さんね、これはですね、決算が出たわけではないんですよ。決算はですね、明日です。ですけども、もう今日ね、これはですね、この 5%。情報修正が出ております。そうですね。24年3月期のですね、経常利益ですけど、2億5000万の黒字から2億6200万の黒字ね。だから1200万ほど、上げたんですね。情報修正です。まあ、ちょっとでもね、頑張ってるよっていうところを見せたいな、というようなことなんじゃないですかね。なんか、ドル建て資産の為替差益、それから国の税金資産ね、この経常ね。ということは、まあ、監査法人が、あれですよね。今期以降、利益が出るよというふうに見なしたということですよね。そういうことでございますので、国の税金資産の計上が出るというのはすごくいいことなんですよね。と思います。それでですね、まあ、これが、国の税金資産特別損失。これは田中資産の評価損ですね。まあ、前にも申し上げたと思うんですけど、ここワイシャツ屋さんなんで、長屋のシャツね。百貨店の 75% がここ、ここが、はい、山木さんがね、握ってるんですよ。ワイシャツ家どもね。それはでかいんですよ。それでですね、国留税金資産は、まあ、要するにこれから利益出ますね、ということを、監査法人が認めてくれたんで、まあ、1億2700万計上したということですよね。それで、特損の方ですけど、これはですね、ブランド事業の見直しですね。これね、何かっていうと、ランバンとかですね、いろいろライセンスやってんですよ。で、それのですね、このブランドの契約期間が終わったということで、販売または使用不能と判断、できますよね。そうなると。契約期間が終わると、あれ、廃棄しなきゃいけないですよ。売っちゃいけないですよ。もったいないからとか。ね。もったいないやんかみたいな。あかん。それはな。ほんなら売ったらあかんないで。もうな、契約切れてんねんから。なとか言って。もう、偽物売ったことになんねんで。みたいなね。そういうことで、これは処理しないといけないですよね。それですから、まあ、要するにこのワイシャツそのものの、なんかね、ザクがダブついてね、どうかっていう話じゃないですよ。ブランドをやめたからですね。で、これがですね、7800万の特別特損ですね。まあ、大したことないです。はい。それで、ですね、山木さんですね、今回の業績予想でですね、親会社に帰属する特殊利益は1億8000万からですね、2億1400万にね、ちょっとですけど、改善してます。だから、売上はですね、下振れてるんですよね。114億。でも、まあ、体質が良くなってるんでしょうね。粗利も上がっていってね。
そういうことで、まあ、利益ね、まあ、しっかり取ってきてるということかなというふうに思います。でも、まあ、あんまり、これは、あれですよね、PTS も甘く上がってる分でもないんで、これも誤算範囲内ですよね。だ、0.58 倍ね。これ、配当出さないと、どうしようもないと思うんですけど、配当出さないんですかね。まあ、やっぱわかんないですけど。山木さんもね、これ、第3クォーターの時の決算短信なんですけど、ここね、資本金が33億5522万もあるんですよ。これもね、中小企業にしてしまえばいいんですよね。さっきのプラリスみたいにね、1億円まで減資して。で、この資本剰余金にも振り返って、資本剰余金を利益剰余金に振り返って、それでもって利益剰余金のマイナスを消すと。そういうのをやった方が私はいいと思うんですけどね。なんかそういう知恵をね、貸してくれる人もいないかもしれない、社内に。なんかね、経理のおっちゃんがね、頭硬いとかね、よくありますからね。でもまあ普通にやってることなんで、ね、しっかり監査法人と相談して、監査法人もね、企業を応援するぐらいの気持ちがないといけないですもんね。そういう人もいるんですよ、中にはね。まあ、せっかくですから、この辺でもちょっと、こうしませんかみたいな。そうすると、すごく楽になりますよ、みたいなね。そういうことを言ってくれる監査法人の人もいます。人によります。それはね。ということなんですね。まあ、山木さん、しかし、うん、まあ、そうですね。あまりインバウンドが貢献してる風じゃないですね。はい。はい。最後にですね、北洋銀行ですね。これもですね、そうですね、エディワックスさん、それからプラリスさん、それから、と並んでですね、シナリオ強化銘柄の一つですね。これすごいです。もう PTS498 円になってますよね。で、これはですね、4時にね、北洋銀行、保全期計上1点増益で上振れ着地。今期は 26% 増益、3円増配と。増配までくっついてきたんですよね。24年3月期の連結計上利益は前期比で 7.5% 増の186億。ね。従来予想の168億を上回りました。まあ、20億弱くらいね。それで、現役予想から一転して増益で着地と。ね。そういう気がしたんですよ。25年3月期も前期比 25.8% でいきなり強気になってきましたよね。234億円に伸びる見通しとなったと。3期連続増収になると。同時に、今期の年間配当は、前期比で3円増の13円に増配する方針としたと。直近3ヶ月の実績、第4クォーターの連結計上利益は 5.8 倍。54億6千万に急拡大したと言っておりますね。よかったです。でね、これね、PBR が 0.4 なんでね。本当に。安いっすよね、これ。はっきり言ってですよ。これ、あれでしょ。一株当たりの純資産1150円ですよ。ね。で、この自己資本比率も、自己資本国人に定める自己資本比率ではですね、トップクラスにいるんですよ。すっごい財務健全なんですよ。ね。いや、この 5.8 倍すごいですよね。ていうか前期なんかあったんでしょうね。これはなんか前期外債かなんか処理してんですよね、きっと。ね。債権関係ですね。マイナスになってますからね。まあ、それの、まあ、こう、ね、裏返しっていうことだと思いますけど。まあ、よかったですね。ということでございます。当連結会計年度の決算につきましては、経常収益1331億円と、前年比で63億円増加したと。売上のことですよ。経常費用、これ費用ですね。1145億円で、前年比で50億円増加と。その結果ですね、経常利益186億円ということで、前年比で12億円増加して、親会社は株主に帰属する投機人的128億円ということで、前年比31億円増加しましたと。ね。優しいっすよね、書き方が。なお、セグメントの状況については、銀行業の経常収益は1066億円。経常利益は177億円。そして、リース業の経常収益ね。これは241億円。経常利益は9億円と。リース業も儲かってるよと言いたいわけなんですよね。そういうことでございます。それで、この主要勘定残高ね。まあ、これはここにも全部出てきてるんで、これ読みますけど、2024年3月末の総資産ですね。これ13兆ですね。で、前年比で7235億円増加します。5.7% 増ですね。いいですね。それから貸し出しですね。これは7兆4877億円で、前年比で2158億円、これ減少してますね。で、有価証券は2兆3852億円で、前年比7963億円増加したと。50.1% ね。そうですね。で、預金譲渡性預金は11兆928億円ということで、前年比で897億円増加と。これ 0.8% ぐらいですけどね。まあでも減少してるよりいいですね。で、純資産は4475億円ということで、前年比401億円増加ですね。こんなことで、きちんとこう、なんか、もう、こう一覧で示してるんで、
知りたいことが全部わかりますね。で、有価証券で儲かったんですね。ね。株式です。だと思います。それで、貸し式の方は逆にマイナスだったよと。いうことですね。で、預金はですね、そうですね。まあ、なんかちょっとだけ増えてますよね。うん、ですから、前期の有価証券、まあ、国債等の、まあ、外債だと思いますけど、それの損失それがなくなったんで、まあ、非常に有価証券と株式のプラス分がね、大きく寄与したなという感じですね。ただ、これ、ストーリーが強化されたというよりも、まあ、良かったねっていう、いう感じですかね。貸し出しが増えてないというのがもう気になりますね、これ。問題あるな。有価証券の有価損益なんですけど、ね、株式がすごいでしょこれ。1444億円ね。まあ、ここが516億円増えてるんですよね。これで、債券はだいたいマイナスなんですよ。なので、まあね、プラスだって言ってますけどね。評価益は、1015億ですね。トータルね。まあ、評価益ですからね。前年から423億減ったってことですね。やっぱ株式はでかいですよね。だからね、なんだって感じですよね。正直言ってこれあんまり評価できないですね。シナリオ強化とも言えないなと思いますけどね。結構持ってるんですよ、北洋銀行私ね。まあそうですね。でも見通しが、まあ非常に積極的なのはいいですよね。連結ベースで経常収益は1334億円、経常利益234億円ね。で、純利益は155億円ね。イファースはまだこれやってないですよね。銀行って必ずイファースのこと気にしますよね。ビス規制とかね、国際規制がかかってくるんで、やっぱイファース気にするんですよね。経常収益のところは、そうですね。売上ね。これあんま変わらないですね。ほぼフラット。それで、利益だけがえらい伸びますね。25.7% プラスね。234億ですね。それで、当期純利益も、まあ 20% 伸びるっていう、そういう予想ですね。なぜこういう風になるかよくわかんないですね。それで、配当ね、自己株ね、取得ね、これやるんですよ。なんか聞こえたのかな私のあれがね、声がね、よくわかんないですけど、届いたかもしれない。あのね、すごいんですよ。何しろやるのが394万株なんですよ。ね、で、発行済み株式総数の 1%。で、13億ね。13億ってあって大したことないですけどね。13億を投じたら394万株も買えるんですよ。いいことじゃないですかね。本当に。増配もしたんですけど、一緒にね、自社株買いも発表してた。だからね、株価上がりますよ、これをやると。で、しかも業績はプラスで見てるわけでしょ。それはもう絶対上がってきますね。はい。これがね、津山さんね、取締役頭取。すごいな。取締役頭取。頭取ってのは、やっぱ銀行員にとって憧れの、故障なんでしょうね。CEO とか軽いんですよ、やっぱね。株主還元方針の変更ということで、まあその元々はですね、安定配当10円とか、まあなんか業績連動とかの 30% とか、あと自己株主取得がまあそのなんですかね、当期純利益の 40% メドとした額とかね、配当額とかして、そういう風になったんですけど、ごちゃごちゃとね、それを整理しまして、とにかくですね、一株当たり年間10円、これは維持するよと。それで、配当成功を 30% にしていくよって言ってるんですよね。累進配当までは踏み込んでないですね。なんですけど、まあ、配当成功を、まあ、利益の伸びに伴って上げていくよと。まあ、配当金額をね。っていうことですよね。30% が目安ですね。で、自己株取得はですね、この、当期純利益のですね、50% ってですよ。配当額と自己株式の取得を合わせてですよ。要するに半分を配当する。よくお返ししますよって言ってるんですよ。これはすごいです。50% はすごいですね。これだけね、はですね、ほんとマーベラスって感じです。思い切りましたよね。だから北洋銀行としてはですね、どうしても PBR1 倍これにですね、達したいんですよね。そういうのはね、すごい伺います。これは思い切りましたよね。ほんと。総還元成功。50% ね。これはなかなかやらないですよ。いや、大したもんだと思います。それで、まあ要するに、回答も上げてですね、それで、自社株買いも、まあやると。1% ね。ということで、まあね、今株価ね、上がっていくと思います。ですから、まあ、とりあえず目指すはね、まあ、0.9 倍とか、その辺が一応ね、目指すかなと。そのぐらいまではね、自分は上がっていくなと。これは、ここからポンと上がりますよ、きっと。私はそう思いますけどね。だって、下以降にも自社株買いが待ってますからね。自社株買いやんないといけないんですよ。なので、これはもうこんなところじゃとどまらないと思います。500円とかもその突き抜けていくと思いますね。多分、まあ1000円近いところまで
長期的に、そうですよ、上がってくるんじゃないかなというふうに思いますけどね。まあ、そんなことで、国有銀行ね、もうこれサプライズでしたね、本当に。50% はびっくりしましたね。何でも半分返すっていうのはね、すごいんですよ。ね。ということでですね、今日のですね、私のですね、振り返りですね。そうですね、まあ、北洋はもう本当自社株買いと、まあ本当 50% ね、総還元成功 50% はもう素晴らしいと。それからポラリスのね、本当に、まあその財務テクニックを駆使したね、V 字回復ね、これはもう素晴らしいなと思いますね。エディワークスもね、素晴らしい、まあリバウンドっていうかね、伸びを示してるなというふうに思いますけどね。ということで、まあ本日はね、まあ3つほどね、まあもし、まあ自分の決算ですね、自分の保有銘柄の決算で、見るべきものがあったなと。いうような、まあ、本日でございました。明日がね、また結構あるっすよね、大所がね。ということで、まあ明日もね、やっていきたいと思いますんで。このとこ続いてますからね。大変なんですよね。ということで終わりたいなと思います。元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記。まあ適当なチャンネルなんでございますけれどもですね。まあまあこれでもね、波長が合うなという方はいらっしゃると思うんですよね。そういう方はまあご覧いただければ、チャンネル登録ね、していただければいいのかなと。思います。あと何ですかね。高評価ボタンお願いしますね。それに、メガネリクエストですね。再生回数はいかないですけど、あれやらないとね、いい銘柄見つからないですよ。ただぜひね、またね、やりたいと思いますんで、送っていただければというふうに思います。本日も長時間ご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。ではでは。